仲は悪くはなかったと思うんですけど、ギクシャクする、それこそ南野が入ってきて、まあそれはいろいろと事情が、まあ大人の事情が、いよいよ2005年トップチーム昇格、プロになってどうでしたか、気持ちは。プロになれた喜びはあったんですけど、まあ厳しい世界っていうのを痛感したというか、どこら辺がこう厳しいというか、なんかもうみんながライバルになるというか、他の選手がライバルになるっていう感覚を抱いたのが本当は入って1年目だったんで、なんかこうピリピリした、みんなこうライバルがあって、それを今まで感じてこなかったっていうのがあって、ビビってたでしょうね、多分最初の2ヶ月3ヶ月。どうですか、当時のエスパルスで一番ピリついてるこう選手っていうか、こうマジでこの人プロだなみたいな。その1年目に沢登さんがいたんですよ。そこでやっぱり10番が、やっぱり雰囲気は違うなっていうのが、そうですね、子供の頃からこう見てる選手が同じ立場でこう争う、しかもポジションもミッドフィルダーって同じですよね。どう見られてるんだろうみたいな感じで思ってたんですけど、多分視界には入ってなかったので、1年目はね、確かに視界には入らないのかなっていう感じでしたね。まあルーキーイヤー8試合出場、初出場が10秒良かったとのダービー、ピッチ立った時どうでした、しびれました？ガクガクしてたって感じで、残留争いしてたんで、その時になんか自分が出れるのかどうなのかみたいな。でも先発ですよね。先発で出させてもらったんですけど、その実力が本当に追いついてるのかどうなのかっていうのをドキドキしながら出た感じですね。まあ同期っていうんですかね、兵頭さん、青山さん、岡崎さん、平岡さんと。結構この後、皆さんエスパルスを支えていく面々が同期で入ったと思うんですけど、でももうバチバチでした、皆さん。まああったとは思いますね。仲は悪くはなかったと思うんですけど、まあギクシャクするという時もあったと思うので、多分他の年代の人たちと絡むような接し方っていうか、それとはまた違う。この年こそ得点はなかったですけど、翌年の2006年、僕、背番号16番、2年目つけたと思うんですけど、1年目が32番ですね、でも16のイメージ強くて、その後8番だと思うんですけど、16番があまり好きではなかったんですけど、それはチームに、次、16番ねって言われるんですか？そうですね、16番空いたから、つけてみればみたいな。あーって言われて、あ、じゃあみたいな。そうですね。まあこの年初戦の甲府戦からゴール決められて、34試合で9得点、でカップ戦入れると43試合で11得点、もうフォワードレベルで点取ってると思うんですけど、リーグで9点って結構今思えば結局キャリアの中では一番点取ってるシーズンですし、2007年が28試合出場の3得点、これは途中出場多い感じで。いろんなポジションやられてたと思います。で、2008年、4年目で背番号が8番に、完全にエスパルスのなくてはならない存在になられたと思うんですけど、さっき2006年がキャリアハイかななんておっしゃってましたが、ここがすごくてですね、30試合出場で8得点、カップ戦合わせると44試合で13得点、しかもチーム最多です。でこの頃多分いいフォワードの選手いっぱいいたと思うんですけど、フォワードより取ってるというこの時はトップ下が多いですか？2008年とかは、トップ下でしたね。固定されて使ってもらいましたね。ボランチのイメージ多いですけど、トップ下も結構やられてた感じですかね。で2009年も32試合6得点で44試合カップ戦入れて9得点、ここも結構点取ってますね、やっぱ。まあカップ戦が取れてたんでって感じですかね、リーグ戦はちょっと少なかったですね。まあ、はい、6点取ってれば、はい、中盤で十分な気もしますが、はい、でこの頃って、今って結構、カップ戦こう、はい、若い選手出したりとかって多かったと思うけど、はい、この頃とか、まあ、その前もそうですけど、なんかもう、全部出てますね、試合、基本的に。そうですね、カップ戦は休みではない、僕はそういう休むのはあんまり好きじゃなかったっていうのもあったんですけど、うん、監督もそういう使ってくれたというか、そういうターンオーバーといっても選手間の3、4人だけとかだったんで、はいはい、そうですね、カップ戦もちゃんと勝ちに行くような監督だったと思いますね。もうこの頃にはブルブルガクガクはもうとっくになくなり、どちらかというと結果に対してこうフォーカスされるという年になってきて、ああ、まあ勝った負けたも個人のパフォーマンス、得点だったりアシストだったりが少ないとかまあ言われ始めた。なるほど。この2010年がちょっと試合数減っちゃったんです。怪我とかもそう2010年の時に序盤に怪我してて、はい。前半戦はほぼ出てないですね。まあじゃあ後半で12試合の3得点と、これが長谷川監督が最後ですかね。はい、あれですよね、小野伸二選手が加入した年なので、レギュラー争いがすごく厳しかった年なんですよ、この2010年。はいで、まあ怪我もあったんですけど、普通に試合出場は減ってった。まあ結構なタレントがいました、ね、当時は、はい、まあ京都さん、純子さんもいるし、はい、はい、ああそうですね、岡崎選手もいるし、岡崎選手も出て結構もうバリバリの頃ですかね。そうですね、一番点取ってワールドカップではい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 、そのまま移籍して、そうですね、はいはいはい、なるほど。メンバーがすごく良かったと思いますけど、うん、まあでもそんな中、2011年は27試合、まあ主力だった中で、まあここで多分主力が結構抜けたところもあったんですけど、監督変わって主力もいなくなって、まあ多分ですけど、若手に切り替えたような年だったと思うんですけど、そこの次の年ですよ、ショックだったら、2012年、シーズン途中に、セレッソ大阪に移籍と、はい、これはなんかそういう出場機会を求めてって一応メディアでは言われてましたけど、まあもちろんセレッソ大阪からもオファーが来て、はいはい、そうですね、まあ出場機会は減っていたんですけれども、監督も変わって自分のサッカー感とこう照らし合わせて、何かこう歯車が合わなかったっていうのは確かにあったんですけど、そうは言っても一番は出場機会を求めてっていうのを、セレッソは、サイドハーフだったと思いますね。セレッソ結構みんなうまかったんで、すごくみんな感覚でやるような選手が多かった。確かにその当時のメンツ結構な南野選手とかも当時いたんですよね。入ってきましたね、新人で。あとエスパルスコラムショックスカミ選手もいたし、柿谷良一郎もいたし、やっぱ天才っすか。うまかったですね。うまかったですね。やっぱり当時のセレッソはすごいメンツが良かったというか、柿谷いて、山口蛍いて、荻原いて、そういう若い選手がちょっとすごかったんで、確かにそこを育てる感じのチームスタイルでもあったんですよね、セレッソが。うまくなってみんな海外行くみたいなイメージで、やっぱりイメージ通りだとすごかったですね。で翌2013年には24試合で2得点、まあセレッソでも結構レギュラーとして出られてた感じですかね、24試合。イメージ的にはそんなに出れなかったですね、試合には。それこそ南野が入ってきて、まあポジションもかぶってた部分もあるし、本当にいい選手が出るというか、うまくて結果を出せる選手が出れるみたいな環境で、すごかったです。すごい大変でしたね。なるほど。でそんな中2014年に名古屋に、その後ヴィッセル神戸。そうですね。はい。ヴィッセル神戸のユニフォームは似合ってたなって僕個人的には見てて思いましたけど、で2015年、はい、待ってましたですよ、清水への復帰、はい、まあ、帰ってきた時はもうメンツだいぶ変わってたんで、もう別のチームじゃないですけど、はい、なんか若くなったなっていう印象があったのと、はい、まあ、ちょっと大変な状態だったなっていう、ね、まあやっぱチームの雰囲気が良くなかったですね。ライバル意識がないのか競争が少ないのかわかんないですけど、何かが足りない感じがして、誰かが引っ張ってくるそういう力もなかったっていうのもあるし、まあ原因がいろいろとあってこうできちゃったなって、まあいろんな複合的な要素ですかね。はい、まあただ翌年ですよ、J2 での戦いでしたが、まあ序盤こそちょっと大丈夫かなっていう感じですけど、もう途中から連勝で、当時だったら J2 だったらまあ戦力的にも抜けていたんで、勝つのは当然な話で、それでも苦戦してた感じでしたね。まあでも1年でね、はい、戻れたので、で翌年 J1 帰ってきて2017年、はい、まあ30試合出場でした。でもうここはちょっと聞きにくい部分があるんですけど、あんだけ試合出て活躍して、もう絶対ここ外せないでしょ、枝村っていうところから、まさかの福岡移籍という、僕の中では枝村七不思議って言ってるんですけど、多分サポーターの人もみんな、嘘でしょっていう思ったんですけど、やっぱそれは新天地を求めた。年齢も31とかになってっていう部分もあって、まあ、ピースとしても多分物足りないような感じになったと思うし、まあ、あとそのもう一つ不思議が、なんで完全移籍じゃなかったのっていうのがありましたけど、であればもう完全移籍で気持ちよく売り出してあげればと思ったんですけど、まあそれはいろいろと事情が、まあね、大人の事情が、はい、そうですね、はい、でその後、福岡、栃木でマヨシーと渡られて、でマヨシーではディフェンダーというまさかの最終ラインにというところではありましたが、その後引退されて、今はマヨシーのジュニアユースのコーチをやられているということで、最後どうでしょう、ご自分のプロとしてのサッカー選手としての人生というのは。まあ若手の頃はそれなりに結果も出て調子も良くてっていうのがあって、それがやっぱ年齢重ねるにつれてなんか結果が出なくなって、最後は終盤なんかもがいたけど、力及ばずっていう感じで、まあそういうものなのかなっていう、輝き続けるのはなかなか難しいことで、そういうふうになんか人生としてすごい学ばせてもらったっていう、すごい楽しい時間だったな。じゃあこんな感じで今日は終わりたいと思いますが、準レギュラーとしてこれから枝村さんには出てもらうと思うので、次は飲みながらとか、絶叫マシン乗りながらとか、ご登場いただければと思いますので、皆様ご視聴の方ありがとうございました。また出ていただきますのでよろしくお願いします。じゃあ最後手振っていただいて、はい、それでは失礼します。お礼動画ご覧いただきありがとうございます。今回お邪魔した南大門さんでいただいたメニュータン、そして神戸牛の貝の身、神戸牛の赤身系カルビと、めちゃくちゃ美味しいメニューでした。ほら、焼いてるところも美味しそう。ああ、また食べたくなってきちゃいますね、これは。貝の身もうまかったな。こんな分厚いお肉、なかなか食べれないでございます。はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。今回ね、枝村さんとこうやって動画を撮らせていただきまして、見てくださった方々が、また第2弾、第3弾でやれよということであれば、元選手とか、もし可能なら現役の選手とかね、お呼びできればと思いますので、こうご期待ということで、また皆さんお会いいたしましょう。それでは、おーれー、またねー。